刃は青山豪章による少年漫画。1988年から1993年まで週刊少年サンデーで連載されていた。1993年第38回小学館漫画賞児童部門受賞。また、1993年には県有伝説刃としてテレビアニメ化された。同タイトルでゲーム化も展開している。 単行本は、全24巻の他ワイド版、文庫版、真相版が発売された。現代の日本を舞台に、天下一の侍を目指す少年、派と剣の魔力で鬼になった鬼丸との戦いを描いた、コメディタッチの格闘漫画。宮本武蔵や佐々木小次郎や野牛十兵衛といった、実在した剣豪をモデルとしたキャラクターや、カエル男や、 生子男など動物を擬人化したキャラクターが数多く登場するのが特徴。青山豪将は本作のインスピレーション元になった作品として1981年の映画魔界転賞を挙げている。最初期においては破天荒ではあっても極端に現実から乖離しておらず、ジャングル帰りの少年を主人公とした変わり種の学園剣道漫画という体だった。 しかし、鬼丸が、封神の剣により木となって、以降は、伝説の魔剣や魔力により、動物が変身させられた魔物の登場等の、超常的な要素が多くなっていき、現代的な冒険ファンタジー風に物語が展開されていった。そして、山田のオロチ編終了後は、超常的な要素は少なくなり、剣術漫画としての側面が強く出されるようになった。なお、 刃のロゴは、全作品、y i と A が上下逆に表記されるが、文字による表記は、小学館コミック少年サンデーマイナスの公式ウェブサイトで使われているように、刃となっており、本校でも同様に従う。天下一の侍を目指す少年剣士、鉄人は、父である剣十郎と共に、ジャングルで修行の日々を送っていたが、ひょんなことから日本に舞い戻り、 剣、中老の親友の峰家に騒動することになる。派は、峰家の娘のさやかと同じ中学校に通うことになるが、中学校では、剣道の実力者である、鬼丸しが派遣を握っていた。果たし合いの末に互いを、剣のライバルと認め合った派と、鬼丸は、さらなる強さを求めて競い合う日々が始まる。ある時鬼丸は、実家の道場の地下に眠っていた。 魔剣、風神剣を手にし、その力に溺れた結果、鬼に変貌してしまう。強大な鬼の力を手にし、世界を支配する野望に寄りつかれた鬼丸に対抗し、歯は、風神剣と体を成す、雷神剣を手にする。打倒、鬼丸を掲げ日本中に散らばった伝説の玉を探す、旅に出た歯は、 各地で様々な強者たちと激戦を繰り広げる。鬼丸との決戦や二人の因縁に起因した歴史上の強者、月からの来訪者。そして歯自らの地に起因する壮大な戦いを経て、歯は真の侍がどのような存在であるかを見極め、体得していく。湖南通りの湖南大橋に設置されている鉄人のブロンズパネル鉄かみねや東京で、 剣道道場を営む一家。家の初代は、浦島太郎で、彼と結婚した乙姫の血を引いている。八期編、鬼丸四天皇編竜人の玉編普段は月に住んでいる住人たちであり、鬼丸との戦いの最中に歯が竜人の玉を手に入れたことにより、女王岡具屋が目覚める。かつて、月が荒廃してしまったため、優れた環境を求めて、 地球を支配しようと考えており、宇宙船や未知のカーボンと地球よりもはるかに高度な文明を持っている。他の生命体及び物体と合体することができる。月星人同士も可能である。合体回数に制限はないが、合体時は露出している耳を切られると二度と元に戻ることはできず、分離もできない。一般的な兵員の用いる武器は、 持ちつきのキネの形をしている。アニメ版では、最終回でハに、かぐやが封印された直後に、他の月星人とかぐやは分離しており、帰郷している。このストーリーは、アニメ化はされなかったが、後にゲームボーイ版として一部アレンジされて、収録されている。各界のソルジャーたちは、地の民と鬼丸の合作であり、鬼丸の力も反映されている。 刃にはその題名が示す通り、様々な剣が登場する。1993年4月9日から1994年4月1日まで、テレビ東京とテレビ北海道との共同制作として、テレビ東京系列で、剣有伝説刃として放送された。放映枠は、テレビ愛知を除き金曜18時30分から19時、全52話。ストーリーは、 原作の家具や編まで。原作のいくつかの場面はカットされているためかなり早いテンポで話が進んでおり、長編のアニメオリジナルなども特にない。2008年4月に、オハスタで、週刊少年サンデー総刊50周年記念、ベストセレクションとして一部の話が再放送された。出展が明記されているものを除き、テレビ静岡。 テレビ和歌山以外のオクレネット局の放送時間は1993年12月時点のものである。テレビ静岡、テレビ和歌山は1995年1月時点のものである。スーパーファミコン、ゲームボーイ、ゲームギアでそれぞれ発売されている。タイトルはすべて、ケニュー伝説刃。ケニュー伝説刃に関するカテゴリー。ありがとうございます。